今回は2022年7月から9月にかけて放送されたアニメリコリスリコイルの第6話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。今週のタキナ、えげつないくらい可愛くて好き。タキナ、距離の詰め方バグってるだろ。ユリというよりもはや家族に対するレベル。タキナがダミーの部屋見て、すごいプロの部屋だって感想言うの、だいぶアホ可愛いな。同棲にあたって家事スケジュールとかいっぱい事前に考えてたんだろうな。てか、タキナよ、銃弾避けられる反射神経のやつにじゃんけん挑んじゃダメだよ。いいねえ、絶望顔。銃弾避けができる動体視力と反射神経の相手にじゃんけんで勝てると思ってたの、考え甘すぎて可愛い。今回敵も味方もなんかコミカルだったな。お前ら殺し合いなんかしないで仲良くしろよ。パートナーに家事を手伝ってもらえず不満そうなタキナさんの図、ちさとは解消がなさすぎたな。適度に負けてあげて2割くらいは家事担当してたら今後も楽できたかもしれないのに。ロボタ代わりと苦労人で見ていて面白いなこいつ。ロボタは敵ながら苦労してて結構好きになったな。40歳無職さんは何だったの？不要な犠牲じゃない？勝手に暴走したんだ。ガンアクションや SF で感情任せに暴走するやつは死ぬのだ。ロボタの頭掴むところそこかよって笑った。だからこのでかい二人は何なんだよ。多分ロボタ尋問中に途中で画像切り替えたのはアラン機関だよね。それとマジマのことをある程度理解してるやつだな。あの映像を見せたら興味を惹かれるって分かってたんだし。ロボタの隠れ家がマジマに知られてるのはヨシさんが情報流してるんだろうか。ロボタの PC をハックしたのがヨシさん側の人間だったら全然あると思う。ヨシさんの目的はもう完全にマジマに千里を狙わせることで決まりかな。マジマ相手なら殺さざるを得ない状況になるだろうってことなんだろう。ヨシさんが千里のマッチアップにマジマを選んだ理由がよくわかる。本気で殺しに行かないと倒せないわこいつ。 DA のドローン映像が流出していたけど、ハッキングを行ったクルミがそのことを知らないってことはクルミのハッキングに紛れて情報をかすめ取ったハッカーがヨシさん側にいるってことだな。少なくともロボタの PC を乗っ取れるレベルの。あの秘書が実はハッカーだったりしてな。ヨシさん陣営を少人数に抑えた影響でいろいろ設定盛られてそうだから、最終的に誰が一番有能だったかで真っ先に名前上がることになりそう。秘書さん、マジマとかいう千里に実力が匹敵する敵が出てきて盛り上がってきたね。マジマ自体の戦闘能力はそこまで高くない気がする。電車の時もサードリコリス相手に多勢だったとはいえバッハまでは逃げの一手だったし、その後のリコリス襲撃でも痛手を負ってるっぽいし、ただ奇襲とかは得意そうだし千里の苦手なタイプではありそう。マジマ中ボスくらいの立ち位置かなと思ったけど割と最後まで出てくるかもな。マジマさん生命力全振りしてんのかな。なんでマジマさん生きてんの。マジマ本当に人間か。頭打たれてすごい速度の車から落ちて爆発に巻き込まれて水にも落ちたのに全く怪我してないぞ。爆発プラス水落ちのコンボで生きてるからマジマさんついに生命力ゴキブリが証明されつつあってくさ。マジマもなんかギフト持ちな可能性はあるんよな。殺しの天才 VS 生存の天才か。撃っても当たらないやつ VS 当たってもなかなか死なないやつ。もうパンツマンとか呼べんな。マジマも自分の血で目閉じてたっぽいのに千里の位置を正確に把握できてたのはなんでだろう。耳がいいとか。ヨシさんがわざわざターゲットとして選んでるんだしマジマにもなんか能力あるんやろ。千里がその気になって殺しに行かないと倒せない相手じゃないとダメだし。マジマの部下死にまくってるのに慕われてるの笑う。もうお前ら表で起用して普通の仕事でもしたら。マジマ部下はなんかもうマスコットだろ。1話の時からなんかリアクション面白いし今回も応援したりとか。なんかこいつら楽しそうだな。ボコボコにするシーンでヤンヤするのはアクション洋画の三下なんよ。もろにマジマが部下から慕われてるの、部下に任せっきりじゃなくて自分も現場に出てくるからだろうな。部下がやられてることに怒ってるのも人望につながってるんだろうな。マジマさん、マジマさん、マジマさん、こんなんでボスの名前バレちゃうなんてアホすぎでしょうよ。よく考えたらマジマが千里をすぐに殺さなかったのって胸のアラン機関の紋章があったからだろうけど、それを出すようになったのってタキナの
可愛いですよ、のくだりの会話があったからじゃん。そう考えると滝菜に命救われたな。まじまじ洋室。バランスを取らなくっちゃな。眉毛も整えて、短くさっぱりさせるぜ。アシンメトリとか、絶対に認めないんだろうな。まじまさんは、暇な時は部下とジェンガしてバランスを取るし、公園ではシーソーが水平になるように、左右のバランスを完璧に調整するよ。公園のシーソーは、不審者すぎる。ひさと死ぬかと思った。怖いよ。このアニメ心臓に悪い。ひたすらイチャつく二人が見たいです。ひさとによると結構な頻度で、自宅を襲撃されてるっぽいけど、奴ら何が目的なんだ？不殺だから恨まれるパターンもいっぱいあるんじゃない？顔バレは間違いなくするから、尾行はできるだろうし、リリベルはなんでなんだろうね。情報がなさすぎるから、妄想の範囲でしか考えられん。血の目つぶしを避けられなかったのが謎だな。暗くて見えなかった。不意打ちだった。手元が見えなかった。考えられる理由はこんくらいかね。じゃんけんで負けた時といい、奇襲されると弱い。おそらく銃と認識できないものから、銃弾が放たれたら当たる。銃とかじゃんけんは、次に相手が起こす動作が決まってるから、どんなに早くても避けられるけど、血の目つぶしは想定外で、避けれなかったんじゃないかな。あの暗い状況で警戒するのは、銃とか手元だろうしな。まさか上の口から吐き出すなんて考えてもなさそう。つまり千里は何かしら予備動作あると、目の反射で避けれるんだろうな。銃もだけど、今回のじゃんけんで良い説明がついた。だから不意打ちは基本ダメ。不意打ちダメらしいですよ、滝名さん。千里も無敵の存在じゃないってことだね。滝名がいてくれてよかった。男のリコリスがいるって明言されたから、今後出てくるのかな？リリベル、男の子版リコリスって、もしかして DA とは別組織の部隊？男の子なのか、男の子なのか。なんでリコリスの千里がリリベルの襲撃に遭うのか。謎が増えるばかり。リコリスの歴史が、かなり古いこともわかったな。君影荘、リリベル、少年。彼岸花、リコリス、少女。だと、残りの花葵はどんな舞台なんだろうか、そもそも今もあるのかどうかもわからんが。カラス、影武者舞台、花葵、丸毛主義、カラス、女系暗殺舞台、彼岸花、青春主義、カラス、男系暗殺舞台、スズラン、力州主義。って書いてあるように見える。DA の上層部が未だにヤタガラスなのかは不明だけど。しょんぼりくるみかわいい。今週はスイカといいかき氷といい、ラストのドローンアタックといい、見せ場いっぱいだったな。まさかドローンアタックするとは、この李白の目をもってしても。マージマさーんかわいい。てか今回くるみめっちゃかわいい。今回でくるみも真の意味で仲間入りしたね。想像通り滝名は今に満足してるから、ハッキングでのことは全く引っ張らなかったな。くるみちゃん、カミングアウトのタイミング今回でよかったね。3話前までの滝名さんにカミングアウトだと、また違ったかも。少なくともこんな聖母のような笑顔では、許してもらえなかったろうなぁと。くるみさん、DA をハッキングしたのは自分だと暴露したけど、依頼人がアラン機関だとは、まだ伝えてないんだよね。作中人物は、アラン機関、シンジが、千里を狙ってきてること知らないからな。くるみが知ってるのも、アラン機関が銃取引を手引きしたってことまでで、その理由とかも知らない。土下座ハッカーズで笑った。くるみは今回のことを経て、店のあの衣装着てくれるようになるんかな？じゃんけん勝って、はしゃぐ滝名かわいすぎか。喜ぶ滝名、かわいすぎないか？じゃんけん勝つ声がかわいすぎる。喜ぶ滝名がかわいすぎて、叫びそうになった。秘宝、同棲終了。別居を言い渡された顔。そりゃあんな家事分担じゃそうなりますわ。ちゃんと家事しないから。滝名は、介護系ヒロインのお世話を焼くタイプじゃなかった。この、なぁ、みたいな顔好き。だんだん滝名が、表情豊かになってくのよい。尊い。今回しっかり急所を避けて、まじま部下を撃ってたのも描写されてて、すっかり千里化が進んでる。車のライトに照らされてるとはいえ、真夜中に自分の身隠しながら、遠距離からまじまの手元の銃に、ピンポイントで射撃できる、滝名の射撃能力やっぱやばいっすね。今回の滝名は完全にヒーローだった。超かっこよかったよ。滝名はどんどん表情豊かになっていくね。ワンクールではあるけど、少しずつ魅力が増えていくタイプのキャラだったか。ジェットコースターみたいな回だった。おいおい、こっちが二次創作で書いてるもの以上のものを、一瞬で出す公式には参るね。まあそもそも言っちゃなんだけど、この作品にそこまでのリアリティは、半分くらいだと思う。
バランスが取れてる。だからこそ面白い。ちさととアラン機関を主軸とした、サスペンスガンアクションとして見ても面白いし、滝な主軸の成長バディものとして見ても面白い。何よりキャラが可愛い、なんだ無敵か？シリアスガンアクションやった後に、テレッテレ、テレッテレー、からの、メイン二人の仲良し描写で終わるの落ち着く。えぐい展開でも、最後にイチャイチャさせればいいだろとか思ってんだろ。その通りです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた。